皆さん、こんにちは。Hi, everyone. It's Misako. 人生何度もやり直し体験記。今日は第1回目、チャプター1ですね。留学すっごくしたかったです。私が留学を意識するようになったのは、高校の2、3年生ですね。音大とか、その教育学部の特音課程とかに進まれた先輩方が、なんかちょっとドイツ行ってきたとか、ささっと大学に入った途端になんかポロッと留学をしてきて、で高校に帰ってきてその話されたりとかする、もうめちゃめちゃかっこよかったんですよ。ああ、私も海外行きたい。そのちっちゃい頃からうち地元岩国市なんですけれども、そのアメリカンアーミーがいるので、アメリカ人がたくさん街中にいるんですね。でその憧れをちっちゃい頃から英語と外国に持ってまして、それに火をつけて、もうとにかく海外行ってみたいとずっと高校の2、3年ぐらいで思うようになってました。で、大学はその時父が、私山口県出身なんですけれども、中国地方から出ちゃダメって、音大はダメって言って、行くとこがもう決められてしまったんです。その当時は日本全国に1地方に教育学部の中の特音課程っていうのが1地方に1個だけあったんです。で、中国地方は島根大学だったんです。ここ行くしか道はなかったんです。で、行きました。で、入って、よし、留学するぞなんてアンテナを張ってたら、あったんですよ。教育学部の学生に当時の文部省がお金出してくれて、1年間国費留学をさせてくれたんですね。で、そこでケント州立大学っていうのと、島根大学は姉妹校だったので、そこに行こうと。あと、トイフルの、が、あの英語の試験と学内の選抜考査があったんですけれども、それね、だいたい3年生の、大学の3年生の時に行くんですよ。で、4年で帰ってきて、で、交換なので単位もエクスチェンジできるので、そのまま4年で卒業できるっていうシステムなんですが、私、トイフルもちゃんとスコア取って、学校内でもじゃあ、あなたにって言って、推薦を一番でもらってたんですけど、父にダメ出しされて、絶対ダメって言われたんですよ。なんかいろいろ理由を挙げられたんですね。なんか女の子が行ってどうするんだとか、海外なんか行って何になるんだとか、もう、お金はどうするんだとか、いろ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 本当に言われました。で、ハンコを押してくれないので、行けなかったんです。別の人が行きました。ほんのすっごい悔しかったですね。もう、私としては長年ね、何年かずっと計画をしてたわけですよ。行きたいなと。でもダメって言われたので、その父の質問に全て答えを出しました。留学生は女の子の方が多い。で、これは文部省の国費留学なので、全く親の経済的な負担はなし、ゼロ。1年行って帰ってくるっていう期限付きのものである。これ全部説明すると、父が質問できなくなったんです。これで2年目、次の年は、もう一回トイフルのテストも受けて、今度こそあなたに。です。学校からの推薦ももらって、当時下宿生活だったんですけど、両親がとことこ車でやってきて、お前どうしても行きたいのか行くのかって確認しに来たんです。ハンコ持ってね。で、どうしても行きたいんですって言ったら、パーンってハンコして勝手にしろって言って、父は帰ってきました。やったー、勝手にさせてもらうわ。ビュンとケント行きましたね。で、帰ってきて、そのケントに行ってる間に、冬休みにニューヨークシティにですね、友達と遊びに行ったんです。で、その頃はもうジャズに傾倒してたので、したらもう、その頃はレコードですね、LP ですよ。しか聞いたことない人がここでやってるんですよ。もう震いが立ちましたね。もう毎晩毎晩夢のような夜を過ごしていきました。やっぱ私はここに帰ってこなきゃ、ニューヨークに帰ってこなきゃダメだと思いました。でも交換留学なので、一度帰らなくちゃいけなくて、帰って島根大学を卒業しました。で、今度は別の奨学金を当てにして、もうバイトしまくってお金を貯めて、
もう一回マンハッタンスクール、今度はマンハッタン音楽院に行きたいんだと、両親に打診を始めたら、これがもっとひどかったです。その時私は24歳だったんですけれど、留学が決まりそうになった時に、田舎なので、もう友達たちとかね、結婚してたり、なんか、もうすぐするぞっていう、いわゆる適齢期だったんですよ。で、今はもう、もっと変だなと思うんですけど、父に、その年で、また留学するなんて、一生結婚できないっていう覚悟があるんなら、またですよ。勝手にしようですよ。なんかこう、感動もんでしたね。もう帰ってくるな状態の感じで。それでも、お金の負担もかけませんし、こう、自分が好きで行くので、行かさせていただきます。好きにさせていただきます。と言ってぶっちぎりました。行きました。マンハッタンへ。ということで、第1話でした。これからニューヨークの話は第2話でお届けします。では、See you soon! Bye bye!